h e l l o this is Hiroshi Hayashi, h a m a m a t s Japan. アナヒタ、アルテミス、アマテラス。アナヒタ、アルテミス、そしてアマテラス。え、in Japanese、アマテラスはどこから来たのか、それは日本人にとって最大の謎なのですね。で、まああのいろんな論文を読んでいるんですけども。 この論文はですね、ミトラ教のまあ流れを説明しているものです。で、まず最初にミトラ教を説明したいと思うんですけども、アフラマザーがいて、そしてここにザラスストラだと思うんですけども、巨人ですね。で、イランにこのゾラスターの、いわゆるアフラマザーですね、の文章は残ってるわけです。で、 ザラスラ教はもともとは、まあ、このウィキペデルの説明によ,るよりますと、二元論的な初期の哲学をまとめたものであると。で、アフラマザーという一心のもとでの、まあ、善と悪を言うと。まあ、善悪論ですね。二元論ですね。で、紀元前6世紀頃、五郎、形が作られたと。そして、それはユダヤ教、キリスト教、イスラム教に大きな影響を与えたと。これがヒータですね。えー、ザラストラの弟子です。 ってあのその穴ひいた、これ大きいか、かなり大きい女性だということをまた比較してあの見てくださいね。で、これがあのミトラが生まれた時の様子を書いたものだそうですけども、ミトラは穴ひいたの処女解体によって馬屋で生まれたということになっています。12月25日にね。そして、ミトラ、これもコインだそうですけども、あのこうしたコインも使われたそうですね。 で、ミトラは、ここですねキプレス、キプレス、まあ今のキプレスだと思いますけども、そこで生まれ育って馬に乗っていたということなんです。まあ、こ,あのこれがキプロス島ですね、現在の。まあここのキプロス島に限定していいかどうかわかりません。エイシャントキプロス島、今と違うかもしれません。で、問題はですね、これ私最大の謎だったんですけども、このアナヒーターはミトラの母親なのか姉なのかという問題なんですよね。 で、まあ、伝説というか、ンによりますと、アナヒーターが少女解体して、ミトラが生まれたと。そういうことになっているわけです。そして、ミトラは、やがて大きなミトラ教といいますか、勢力を伸ばして、ミトラ教とを起こすわけです。で、これがザラスストラウ。で、上にいるのがアフラマズダーと。で、アフラマズダーの心境であると。で、これはアナヒーターの息子なのか、それとも弟なのかということなんですよね。 それに対して、エリア51での全職員であるチャールズ・ホール氏がですね、大変興味深い証言をしています。彼はですね、エリア51でトール・ワイトと呼ばれるエイリアンと一緒に仕事をした経験を持っています。でその彼がですね、あのまあ、バグロンボーン本を出すわけですね。そして、その中で、まあ、あのトール・ワイト系、トール・ワイトの系じゃないけど、興味深いその親子関係について説明しています。 まあそれをこれからちょっとその部分だけをあの説明いたしますけれども要するにトール・ワイトというのはヒュ,ーマネイドヒューマノイドなんですねヒューマノイドわかりますかあの人造人間ですつまり、えー、人間のように性交渉によってまた妊娠出産によって生まれるまあ生命体知義生命体ではなくて、えー、人工的に作られた生命体であるということですそれでまああのー 親子関係も違ったものになってきてるんですけども、トールワイトの世界ではですね、まあ、人工飼育器の中で、まあてか、それは分かりませんけども、あの親あの肉いわゆるフィズカルな肉体とは別のところで、えー、にあの生まれて、そしてあの親が当てがわれるということです。ここで注意してほしいのは、身長が180から210センチ、2メートル前後だということなんですよ。これが重要ですね。で顔はチョークのように白くて、まあ、それはあのチョークワイトという あだ名はそこから来てるわけけですけどもヒューマノイドであると。チャールズ・ホール氏はそのようにしっかりと証言しています。そして、あのその次なんですね。えー、800年、約生きるんだけども、400年過ぎた時から第2の成長段階に入り、最終的には2メートル8 0ンチになると。いわゆるまあ2メートル1 0ンチから2メートル8 0ンチの、まあ 極めて巨人になるということですねこのアルテミスを見ていただきたいんですけども、あのまあ、いわゆるその大人の、ね、羊と比べて、ヤンギと比べてもかなり巨人であることがわかりますね。で、これがあの、まあ、ギリシャ彫刻がですね、2メートルか2メートル10センチ前後のみんな大きさの像であることと関係があるわけです。すなわちギリシャ彫刻というのはそれ あのトール・ワイトの等身大の、えー、神々をですね 3D プリンティングで作られ,作られたという人の,、まあ、人の帽子になるわけですでまあ今言いますようにヒューマノイドで人工飼育で育てたら赤ん坊になるとそして息子あるいは娘としてそれぞれの、えー、里親に渡されるわけですそしてその里親はですね自分のこのようにして育てるわけですとなるとまあこの段階でですねまあ一応親子関係ってことになりましてあのなりますけども親子 子というその、いわゆる私たち人間が持っている、えー、意識とは違うものであるということですね。今、これを、まあ、こんなものを見せているのはですね、えー、ギリシャ彫刻の像たちは生殖能力がなかったということを今、皆さんにはお見せしているところです。こんな屈強のね、えー、いわゆるその闘志でもですね、こんなあの、のいわゆるその、えーまあ、こうなっててしてるですけども、えー、思春期前の、えー、子供ですね、少年というよりも子供のそれを持っているということに注目してください。えー、じゃあ、アナヒーターというのは、あ まあ誰かというんですけども、これはあのヒーターは、これはあのゾラスター教のアナヒーターはですね。それはギリシャ神話の中でアルテミスになるわけです。ただ、このアネヒーの顔は、この左の方は,、ね、像はあの顔が出てませんけど、それはディアナ、ローマではディアナ,ディアナという名前に変えるわけですね。ま、ずあの名前はですねそれぞれのまあギリシャ、ローマではあの違った呼び名で呼びますから注意してくださいね。でア,ルテミスがアルテミスの弟がですね、あのいわゆる双子の兄弟がアポロンデになるわけです。 で、アポロンがで、アポロンとミトラは、あの、何度も精査しましたように、顔が同じなんですね。なわち、3D プリンティングディプリンティング作ってますから、この,あの顔は一致するわけです。なわち、ミトライコールアポロン、アポロンイコールミトラとなるわけです。そうしますと、アルテミスと、あんな日だとごめんなさい、アルテミスは同一人物であると。そして、ミトラと、それからアポロンは同一人物であると。しかし、えー、 アナヒータとミトラは親子。それからア、アルテミスとアポロンはあの姉、弟という関係になるわけです。となると、どっちが正しいかですけども、これについてもチャールズ・ファイトはですね、ちゃんと証言してますねあの。一緒に働いたり仕事をしている ET をですね、おじい,いとこなどの家族名を使って呼んでいた。なわち、姉とかあの母っていうのはあまり意味がないというわけですね。これで謎が解けましたですね。 すなわち、まあ、トール・ワイトの世界では、まあ、便宜上あの、そうしたあの関係で呼ぶけども、実際には関係ないんだと。では、この古代リキアですね、いわゆるミトラが生まれ育った、先ほどあの言いましたこの、ここでオリンポスのね、この古代リキアからあの最後にミトラはですね、最後の夜を過ごして晩餐をして、そして天井へと帰っていくわけです。これがまあ最後の晩餐をした。 あた場所だと私、これはカルトセンターですからね、カルト、いわゆる儀式用のセンターですから、この辺りから去っていた。その近くにですね、近くというか、まあ、一番こういうをぐるっと見渡して、一番目立つ山というと、このドルク山ですね、オリンポスサオリンパスのリキアの、エンシャントギ,ギリリキアのオリンポスでトルコの西端,に西端にあります、現在のね。で、このドルクの山から私はあの線を引いています。なぜあこ、ここからですね、プレアフィヒア、 カンボジアのプレハビヘアに線を引いています。えっと、今引きました。これがあのカンボジアのプレハビヘアに向かって線引いた線ですで。これはずっとここへ行きまして、リキアからプレハビヘアやっていきます。 そして、ここから、ほぼ100、ほぼじゃなくて、あの、正確にここは120度を取ってみてね、まず、プレハビヒアからこの線に対して120度の線を取ってみます。あの、イソポール、実はイ,イーソポールの線を取りますと、正確には、あの、与那に行くんですけども、まあ、今日は、あの、石垣、この、線を取ってみますと、ここに石垣島があり、沖縄があるということを、ちょっと一石に見ていただきたいと思います。沖縄といえば、ミルクシンですね。なあち、ミルクコウです。ミルクコウ、ね、イコール、ミトラですね。ミトラ、ミトラ教です。 で、ミレイがね、あのミロクにあの当て字として使われてるわけです。ですからミルクイコールミロクであり、ミロクイコールミトラであることはもう何度も証明いたしました。そしてここが石垣島です。この石垣島は大変奇妙な形をしていることに注意してください。この線をまっすぐ行けますと、九州の高千穂へと行くわけです。もう皆さん、高千穂がどんな場所かはご,ご存知ですよね。で、まあ、あのこうして、えー 私の説によればというふうに、まあ、こう、断り入れてきますけども、アルテミスとミトラは、このようにして、日本ランドまでやってきたということです。それで、ミトラは、その足跡を沖縄に残すわけです。沖縄では、ミルクキシンは、ベトナムからやってきたというふうに言い伝えられています。ベトナムって言っても、現在のベトナムじゃなくてね、東南アジアのこと、を昔はベトナムと言ったんですね。エツナンって言うんですよね。別、ベトナム。そして、アルテミスは、日本へやってきて、アマテラスと名を 語ったとということになるわけですでもう一つの流れを組んでいきますと、このゾラスター教から、それからミトラ教、そして、えー、ミルク教ですね、沖縄の。そしてつながっているということです。そしてそのお姉さんか母親のアルテミスがアマテラスを語ったと。そしてあもう一つ説明しますと、いわゆるアナヒータ、アナヒータ、アルテミス、ディアナ、そしてもう一人、 あるあのアマテラスは同一人物であるということなんですねこんなこと言うと、えー、信仰深い人は私を怒るかもしれませんけども、待ってくださいよ。いいですか神様ですよ。女神ですよ。そんな女神ですね。女神ですよ。このちっぽけな、失礼ですけども、小さな日本だけに、あれ、日本だけの神様と考える方が、私はむしろ侮辱だと思います。女神である以上、宇宙的に Uh, 広大に大きな神様であるということです. Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Who is Amaterasu, and where is she from? Amaterasu, the goddess of Japan, the most important goddess and the founder of Japan. In Japanese. 今日はアマテラスは誰なのかアマテラスはどこから来たのかという話をします。門閣下さんより大変重要なその謎を解く手がかりをいただきましたので門閣下さんの話を中心に今日はその謎に迫ってみたいと思います。アマテラスは誰なのかアマテラスはどこから来たのか。まあ,あの神々の流れをもう一度はおさらいしていきますとこれがアフラマザーですのね、神の中の神です。そして左のがミトラです。 そのア、まあ、フラマザーの下から,あーっいまから祀ってゾラスター教すなわちザラストラが生まれゾラスター教を広めるわけですそのゾラスター教の中からミトラ教が生まれていくわけですねこれがミトラ教ですあの体の大きさに注目してくださいね古代の神々はみんな大きくて、まあ、大きくて背高がかかったですねそれに長命でした、えー、はい ゾラ,あのゾラストラにしても 600, 年600歳ぐらいまでいきますからね。で、これはギリシャ彫刻です。で、ギリシャ彫刻へと、その、まあ、いわゆるギリシャ神話の中の神々というのは、ミトラ、もしくはその、いわゆるああのゾラスタ教の神々を言うわけです。で、そのミトラ教はですねあの、全世界へと広がっていきます。これはガンダーラ仏ですね。インドです。それから、チベットにも行きます。チベット密教となります。ミトラ、ミッ 未礼となるわけですねミスというのはアテジですそして、えー、もちろん日本にもやっていきます、えー、魅力菩薩ですねそしてその中国のチベットまで行ってその密教をあの中国に伝えたのが現象三蔵ですね三蔵法師ですね で、そのシーアンに寺を構えるわけですね。で、その寺に後々やってきたのが空海で、そこで修行して密教を日本へと伝えるわけです。こういう流れの中にあるんですけど、もう一つ重大な、あとか重要な流れがあるんですね。それがミトラ教がですね、東南アジアを経て沖縄県へと伝わっているという事実なんです。沖縄県ではミトラ教、いわゆるミルク神ですね、はあベトナムから来たというふうに信じられています。これはミトラです。 ここが重要なところなんですね。ミトラが、まあ、東南アジアを経て、えー、沖縄県へと伝わったというわけです。で、誰がミトラ教を沖縄県に伝えたかということなんですね。これがリシアですね。オリンポスです。えー、ここはあのー、ミトラがですね、12人の弟子と共に最後の晩餐をして天に帰っていくわけです。このリシア、このリシアから、 プレアビヒアビに線を引いていてます本当はこの時期はアンコールワットでもよかったのかもしれませんけれども、プレアビヒアに引きます。それからプレアビ,からビヒアから石垣島へと線を引きます。なぜ石垣島かという理由はもう少し後に話させてください。これがプレアビヒアです。拠点中の拠点ですね。そしてプレアビヒアから石垣島へと 線ががつながります,すなわち、えー、誰かがも当然あのアマテラスあるいはスサノオがですねこのルートを経て、えー、宮古島石垣島へとミトラキを伝えたと考えるのはごく自然なことであり当然なことなんですね。でこれがミトラキです沖縄ですミルクシンと呼ばれてますね。そしてあのこれは石垣島の,あのお祭りの様子ですけどもやはり頭にですね 特徴的な帽子をかぶっているのにちょっと注目してください。これらはみんなトルコ中部の,あのシンボルであるフリギア帽に、えー、似せてあるわけですねで。もう一つこの表を見ていただきたいんですけども、みんなあの帽子って言いますかね、あの頭にあの帽子をかぶっていますね。あのこれはあのフリギア帽子って言うんですけどね、フィリギアンキャップって言うんですけども、その帽子をかぶっています。 ではなぜ石垣島かということになりますね皆さんそういうふうにお尋ねになると思いますけども理由は簡単なんですよ九州の宮崎県に高千穂という神社があります高千穂もう説明す,すべきというかするまでもありませんねこの高千穂からあ石垣島の方に向かって線を引きます逆に引いてみましたけども今日はあの高千穂から石垣島に線を引きますとその謎は簡単に解けます えー、宮崎県高千穂からそれから沖縄県の方に向かって線を引きます左下に見えてきたのが石垣島です注意深くご覧くださいこの辺りの島は全て人口増生島です与那国もそうですもちろん石垣島もそうですあ方向支持島といいますかねそれぞれが重要な拠点を示していますその 石垣島もそのの中の一つです石垣島はまっすぐと高千穂に向かっているのはこれでお分かりになりましたね。そしてこの高千穂と恵那山をつなぎます。恵那山は Google Earth 上で山頂で引いた点,に点を取りました。高千穂と恵那山をつなぎますとその途中に大仙陵があるんですね。 エナ山は非常になだらかな山で広いですから手ごとの難しいですから今回はグーグルアウスに従いましたそしてエラーは 1.67km なんですね、まあ、直線下にあるとみていいわけですこ,のこういう位置関係にある、まあ、そんな折ですね門閣下さんより手紙をいただきましたその中で宮古島にはウンマテイダという神が残っているんだとそしてまあ深く信仰されているんだとこのウンマテイダというのはすなわちアマテラス ののののここととでであるというのがこの手紙の趣旨ですただ運馬というのは宮古島では母を意味するから母なる、まあ、光り輝く神という意味で運馬亭だというようになったということを私に教えてくださいましたまああの 詳しくお知りになれた方はその都度ビデオを、YouTube をポーズしてですね、お読みください。運間に母という当て字を当てたと。で、日本のね、方では、日本というか、本土の方では、天という字を当てて、天照らすと書くけども、本来は天照らすではなくて、母という字を当てるのが正しいのではないかというのが、もうかかさんの研究の、あの、 結果なんですね、まあ、ですから母,母のことをあんまというと「ウンマテいというのはだから母なる神ということになるわけですね。でまあ宮古島にそうした言われがい残っていてそしてそれがですね現在に至るまで深い信仰とともに残っているということなんです。 ですから、アマを、国的の述べられているのはアというのに、天という字を当てるのは、それは日本内地の後付け的なああのあとあのいわゆるその当て字であると。本来はそうではなくて、母なる輝く天。 神という意味なんですね。そしてまたあの沖縄県の方にはですねギリシャ神話に深い地名が残っていると例えばヘリオスヘラもそうですしそれからイオナはヨナグニにつながりアテネはカデナにつながるというような話を私に教えてくださいました。 大変貴重なな情報なんですね。というのはミトラ教というのはただミトラ教が伝わってきたわけではなくてそれを伝えた人がいたその伝えた人が実はアマテラスだというわけですね。そこで石垣島をもう一度見てください。 今言いました宮古島というのはそこから1 2 1キロ離れた島なんですね。ここを拠点にして、えー、ミルク神が沖縄県全域とが広がっていき現在に今でもあミルク神はいわゆるミルク菩薩信仰はですね深くあの信じられているということなんです。 すなわち、その過程といいますか、それを日本に伝えたのはアマテラスと考えても、何ら不思議はないわけです。そこで、アフラマザーの、もう一度戻りまして、アフラマザーの中に、それにあたる神がいるかということを調べてみました。二人いるわけですけどね、アールマティという、まあ、女神ですね、アールマティ、えー、スタンプアールマティ、この方はですね、女性天使であり、大一の守護神となると。あの アマテラスと性格が合うわけですね。そしてもう一人あのいるわけですけどもそれがあのアナヒターですね。これはあのアナヒターというのはですねあのまだ確認はしてませんけども続いて出てくるミトラの母親であった可能性が高いです。アナヒターは諸女解体によってミトラを生むわけですね。あのミトラはあのアナヒタから生まれるわけです。 お名前が同じということもありますので、まだちょっとご,ごめんなさい、確認は取れてませんが、でも、あのそのことはですね、ギリシャ神話の中に問いれられて、えー、います。そのギリシャ神話の十二神の中に、えー、いるわけですね。それとこのギリシャ神話の中で、えー、姉、弟の関係にある神々を調べてみましたら、この二人がいたわけです。アルテミスとアポロンですね。ともにあのゼウスの双子のあ子供なんですね。 で、アルテミスというのはローマメディアはディアナと言いますし、アポロンはローマメディアはアポロと言います。で、アルテミスというのはアルマティと音が同じですからね、つながりがあるというふうに私は考えています。いわゆるギリシャ神話に登場する狩猟純血の女神であると。アポロは言うまでもなく太陽の神ですね。えー、ゼフスとレトウの娘でアポロンのソーセージであると。あの、アナ、ア アルテミスこれはアルテミスですあの。背が非常に高くて、えー、ヤギがですね、小ヤギに見えるところに注目してください。これ、小ヤギじゃないんですよ、角がありますから。そしてローマ名メディアはディアナーというんですけども、あーアルテミスとディアナーは顔が同じなんですね。いわゆる 3D フォトグラフテクノロジーによって作られていますから、同じ顔になります。そしてこれがミトラですけども、ミトラはーローマ、ギリシャ神話の中ではアポロになるわけです。 左にいるのがアポロですね。やはり顔を比べてみますと同じなんですね。少しそういう点から、まあ、あの共通点といいますかこれ、これらの神々はですね、同一神であったということが証明できるわけです。そしてアマテラスは言うまでもなく、今言いましたようにアルテミスということになっていくわけです。アルテミス、アマテラス、アルテミス、アマテラス。音も似てますね。 そしてアルテミスの弟があの、まあ、アポロでありそれがまあアマテラスの弟もスサノオですからねそういう関係でも一致するわけですスサノオイコールアポロと考えることは、まあ、当然といいますか至極自然な成り行きだと思いますそしてもう一度リシア家にあの戻っていますリシアからプレヘビヒアそれから 石垣島へとやってくるわけですね。その時にまあこの魅力信仰を伝えたのはアルテミスであり、アポロであると考えて考えるのはまあ当然ですね。えー 宗教だけが伝わってきたということではなくてね、それを伝えた人がいたということなんです。そしてこのミルクシーンですね、それが今でもミルク菩薩系ですけどね、あの沖縄県で深く信仰されている。そして高潮からあー、九州の高潮から今度は、 エナさんへとつながりそして、えー、大占領へとつながっていくわけですね。でまたそのこの大占領を中心として伊勢神宮を含めてこの辺りであのアマテラスが大きな影響力を持ったという話は別のところで話します。まあ、あのー まあこれはついでに話していきますとあのアマテラスも非常にこの長身で大,あの大柄な女性だったことが分か,あの分かっていますね、まあ、ついでに今と,と、まあ、これは関係ない話ですけども面白い事実ですけどタカチオというまあ会社がありますねオリンパス工業と言いますけどもタカチオオリンパスいわゆるそのリ,リシアとどこか共通点があるんですね。 あのオリンポストンにちなんで、タカチオ製作所というところがですね、オリンパスという会社を起こすわけですギリシャ。そしてマスダというのは、これは言うまでもなくアフラマスダから来ている名前です。アフラマスダというのは、神の中の神ですね。右側にいるのがアフラマスダです。日本もこのようにですね、ゾラスタ教並びにミトラ教とも深い関係にあるという意味で、ちょっと知っておかれるとあの興味深いのではない,かないかと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. Tall man in ancient times. People in ancient times or gods in ancient times were very big and tall. Mm -hmm. This is a story about it. Uh, this is a sculpture in ancient Greece and uh, when I saw this uh, sculpture I found that the man is so big Okay, and I just compare uh, this man with a horse, a sort of a, I did a sort of a size comparison with a horse, and uh, the light one is Zeus, uh, sort of a god of gods in uh, ancient Greece. See, how come he is so big and giant? And another example is this lady; she is holding. A uh, horn of g goat, and she's very tall. And also, is this uh, so I say you may say that this is a kid, a kid, uh, kid goat, but goat is not so small like that in ancient sculpture. And she is holding a horn of a goat, and I think she, probably she is uh, about three meters in height. Tall, and this is a Mithra, Mithra. Okay, with a bull. I think a bull is much bigger than uh, humans. But in this, uh, in these sculptures, uh, bulls looks very small in compare with the uh, uh, God Mithra, Mithra. Right. All the uh, painting and the uh, reliefs. Uh, relief uh, shows that Mithra was uh, bigger than the whole, as big as a bull. Or in ancient times bulls were small like this? I don't think so. And this is uh, Aflamazda, Mazda, god of gods. And uh, he looks also very big and tall man. And I put the real actual horse like this, and you may see or understand after Maza was very big and tall. So, in a sense, you may, on the contrary, you may say that horses were small in ancient times. Yes, horses uh, have been repeated uh, selective breeding in the long history of with humans. That is right that is correct. and there are many types and kinds of horses in the world, so we can say that uh, ancient people were very big. only seeing this uh, 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 one. Well, anyway, in ancient, very ancient times, uh, to the Be uh, Behimbetka rock painting, you can see a man and a horse. this is a horse. Human, humans were not so big. Or smaller than, much smaller than the horse. This is a native horse in Hokkaido, Japan, very native ho horse. This one is very small when I s see this horse in Japan, but still much, much uh, bigger than the horses you see with uh, uh, well, with this man in uh, ancient uh, sculptures. This is a story about it, and please uh, watch the following video, and you will see the fact. Much more. Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama Japan. Mystery of the gods in ancient times. Humans were created by gods. This is the story about the mystery. In Japanese, Minasan konnichiwa. Kyo Gidisha Chokoku Kara まあ手がかりに人間は神々によって作られたということを説明いたします。これは、えー、ミトラス神ですねの像です。まず、あ、最初にまあ簡単にこれはあの回り道になりますけどもこれはギリシャ彫刻のまあミトラス神を作った4つの像ですけどもこれはギリシャ彫刻のイン,チキインチキの特徴なんですね。ほんのののわずかの時間差を置いて別々のまあデーータベースを ってそしてそれをプログラム工作といいますか 3D フォトグラフテクノロジーによって作るわけです。これらは同時に出いますか、ほんのわずかな時間差を置いて作られた4つの像であることはこれは間違いないわけです。しかし今日,今,日はこれこれ今日はそれを問題にするのではなくてですね、まあ、そのことも踏まえておいてくださいね。あギリシャ彫刻を作ったのは人間ではありません。 そして人間を掘ったのでもありません。そのことも既に何度か証明いたしました。そしてこれらはまさに 3D フォトグラフテクノロジーによって作られたということなんです。しかし今日の,目今日の話はですね、その次といいますか、この像を見てください。何かおかしいと思いませんか皆さんこの像を見て。おかしいと思いませんかこれはミト,ラスミトラ像、ミトラ神ですね、あのミトラ教の神様です。 ミトラトランかもしれませんユデア教で出てくるミトラブクトランかもし、れませんししかし下,下に出ているのはお牛です。オスの牛なんですね。このオスの,あの牛とですね、お牛とですね、この人間の大きさを見比べてみてください。いかに人間が大きいかということが分かりますね。で、このことはですね、この像についても言えるんです。これはまあ半獣、半人間の像ですけども、この人間とこの馬、馬ですよね、間違いなく。馬と比べてみてください。 そこで私は人間の部分をですね、切り出してみました。これは人間の大きさですね。そして実際にこの馬の部分、体のところに馬の頭を乗っけてみました。こうしますとバランスよく釣り合いますね。こういう感じなんです。そこで今度はもう一つのギリシャ像の同じゼウス像ですかね。この像をあの並べてみました。足の長さまで分かりますからね。そしてこれと合わせてみました。人間の大きさはこの大きさになるんですね。 そして、馬にもう一度、まあ、戻ってもらうというか、馬の大きさに合わせています。この人間と馬の大きさを見比べてみてください。どう見てもこの人間は3メートル近く、あるいは前後もあることになります。いわゆる巨大な人間だということですね。他にも同じような例があります。これも同じような例ですけども、まあ、これはまあ皆さん今、今私が説明いたしましたので見てください。で右にいるのが人で,で左のの、左にあるのが馬と見てください。 これもそうですね。真ん中にいる像はです、ね、ゼウス神だと思いますけども、身長が非常に高いですね。で左右にいるのは、まあ、若い男性ですけども、それと比べて小さいですね。まるで子供のようです。決して子供じゃないんですよ。そしてこの像もそうなんですね。ヤギを見てください。まあ、一見すると小ヤギのように見えますが、ちゃんと角があるんですよね。いわゆる大人なんですね。そうしますと、この人間は一体何者かということになるんです。 ヤギというのはこんなに大きいんでしょうか小さいでしょうかそうじゃないですよね。で皆さんもヤギをご覧になったことはあると思いますけども、まあ、上にヤギの普通の写真を載せておきましたけども、子供がもうこんなもんですからね。いかにこの立ってるその女性が背が高いかということなんです。やっぱり2メートル40前後あるんじゃないでしょうか。赤ちゃんについても同じなんですね。まあ、よちよち歩きしたい数か2歳か3歳の子供なんですけども、ガチョウと同じ大きさになっているんですね。ガチョウというのは結構大きい鳥なんですよね。まああの それと同じぐらい。いわゆるその人間がですね、いかにまあ言いますかあの大きいということなんですね。で、まあ、一般に言いますと、ギリシャ彫刻というのはですね、2メートル1 0から2メートル4 0ンチ前後、もっと大きいのもありますけども、あるんですよね、身長が。みんな大きいんです。あの当で、私はこれがですね、えー、ギリシャ彫刻をですねあの、古代のエイリアンたちがですね、3D フォトグラフテクノロジーによって作った。じゃあ、人間が人間を作ったんじゃないですね。 いわゆる神々が自分たちの姿を、等身大の姿を作ったんです。で、それをまあ、並べますと、一番上がミトラ教、そしてゾラスター教がそこから生まれて、まあ、その中の一神教になるわけですね。それからギリシャ、ギリシャ神話が生まれていくわけであります。そこで皆さんはですね、じゃあユダヤ教はどうなのかということですけども、ユダヤ教ははっきり言えば、ミトラ教、ゾラスター教の寄せ集めなんですね。 そしてそれが、まあ、ユダヤ教になるわけですで。ユダヤ教がキリスト教になるかというとそうでもないんですね。ぷっとりと切れるんですね。ただキリスト教はユダヤ教を利用して同じユダヤ人だということで生まれてくるんですけども、あのゾラスター教、さらにはミトラ教、さらにはキリシギリシャ神話の影響を強く受けているわけです。 その一例ですけども、例えばですね、あの皆さんがこれからお、まあ、今日は12月、えー、10日ですけども、24日に言われるクリス,クリスマスにしてもですね、あるいはキリストの誕生日でないことはもう分かりきったことなんですね。ですから、キリスト教の世界では高誕祭というふうに位置づけてますけども、キリストのものは言いようですけども、 もともとはですね、ミトラスのいわゆる当時の日だったんですね、10月25日は。そしてその25日を境にして、また太陽が再び長くなるということで、その日をと祝ってたんです。それをしっかりとキリスト教が、まあ、自分のところに取り入れて、キリストの誕生日にしたわけであります。まあ、はっきり言いますが、10月25日はキリストの誕生日ではありません。まあ、もっと面白い情報がここにあ,のあ,のありますから、これはあのチャールズ・ホール氏のね、いわゆる長い間、あの トール・ワイトと言われているエイリアンと一緒に仕事をしてきた第9の空軍ですね、博士号を持っていらっしゃる方だったんですけども、その方が言っております。えー、トール・ワイトは 6, 6, 6から7フィート、まあ、2メートル、2 3 0センチあるというわけですね。それはあの年齢もあの800歳で、400歳を超えると今度はさらにまたもう一度成長し始めて、最終的に800歳まで生きるんですけども、身長がですね下から3行目に書いてありますけども、9フィートになると書いてあります。そして、えー 800歳まで生きるというふうに書いてあります。そういうふうになってきますと、ええー、と思われるかもしれませんけれども、珍しいことじゃないですね。旧約聖書の中にはですね、まあ、これはあのバ,バイブルの中に書いてありますけれども、この中に数字が930とか807とかっていう数字がバラバラと出てきますね。これみんな年齢なんです。いわゆる旧約聖書の神々といわれる人たちはですね、古代の人たちじゃないうなは長生きをしてたんですね。830、895というふうに生きてたわけであります。 これは人間というよりも神々ですね。そして並べてみますと、まあ、こういった表もそのバイブルの中に説明してありますが、アダムは930歳まで生けたと。セスは912歳までいた。イノシは905歳まで生った,たというふうふにずっと書いてありますね。ノアは950歳まで生けるわけです。しかし、まあそう、そういうことを書いてあるんですけども、えー しかし神はですね、どういうわけだか人間の寿命を120歳にとどめるというふうに、まあ、遺伝子操作したんでしょうね。で、チャールズ・ホール氏はこういうふうに言っております。いわゆるトール・ワイトというのはヒューマノイドであると、人,工人造人間であると、まああのまあ、細胞から組み立てられたロボットであるだけですね。 まあ、あのチャールズ・ホルスはそう言ってるんですけども、奇妙な不合戦があるんですね。その証拠の人として、ギリシャ彫刻というのは、みんな男男性は役に立たない男性のあれを持っていますね。それは前からもよく話題になることです。みんなはっきり言えば少年のままの、まあ、それを持っているわけです。そしてまた女性も、ですね、まあ、この乳首を見てくださると分かりますように、みんな若い女性のそれなんですね。あの大人のそれじゃありませんね。 これも一つ,のあの一つの証拠があるわけです。というのは、人造人間ですから、その性行為というものをしなかったわけですね。またする必要はないわけです。そして、また彼らはですね、ヒューマノイドですから、も背も高いし、それから裸であっても別には浴場は感じなかったんじゃないでしょうか。まあ、私は勝手に推察しておりますけども、皆さんは、あとは皆さんの判断に任せますけども、ですつまり性行為は必要としなかったんですね。 ですから裸で、平気で、平気でってわけではありませんけれども、平気でこうしたポーズをとってもですね、お互いに欲情というものは起きなかったわけであります。人間はそうではないんですよね。人間はもともとは、もともとは動物なんです。アニマルなんですね。 このエヌマルがですね、前にもまあ何度も説明しましたように、遺伝子操作によってですね、2万6000年、第1回目の遺伝子操作、2万6000年から2万5000年にかけて遺伝子操作されて、そして現在のまあ人間の原型ができてくるわけでありますけれども、元々もとは動物なんです。ですから欲望といいますかあー、はそのまま残ったわけですね。これがトール・ワイトと我々人間との大きな違いなわけです。まあ、それについてですね、まあ、ということで、まあ、今日はですね、ギリシャ神話のこの お牛とそのミトラスの神様とね、もう一度皆さん見比べてみてください。どこかおかしいと思いませんか我々はただこれをねあの、ミトラスを強調してお客しんなどというふうに今あの解説書には書いてありますけれども、それは嘘ですね。これはまあ,あくまでも 3D フォトグラフィー、写真で撮,る撮れたわけです。で、まあ、旧約聖書は何て言ってるかというと、God created man in his own image。神は自分の姿にして人間を作ったと。In the image of the God, he created him.

ということで、まあ、今日はあの謎解きの,、まあ戸口まあ、あの第一歩といいますか本当に戸口に立ったあの感じがいたします。えー、決してまだこれ謎が解けたわけではありませんあの。古代戦争の謎もまだ解けていませんので、えー、これからその謎解きに挑戦してみたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!